はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスコレクションのサガ3ですね。前回の続きからやっていきます。なんとかの町に来たところです。なんだっけ、商売の町、来ないや。ここ商売の町らしいんだけど、どうなってんだこれ。バルザイはステスロスの乗組員のリーダー、彼を仲間にすれば他のものも仲間にできるだろう。水晶岬のシャルルは元ステスロスの乗組員だったそうだ。もうなんか地名がわからん。これなんだ、こう行けて、これは宿屋。超怪しいやつがいる。ディオールってやつがポートルの町へ船で渡ったそうだぞ。たかだかさ、一人の男がなんでこんな噂になるの。でここはドラゴンリスト、ドラゴンメール、ミラーヘルム、ミラーブーツ、高えな。このデパートにないものも専門店にはあるかもね。聖剣を買いに来たのだが、やはり売ってないな。クロスボウ、バチルスガン、ちょ、わかんねえ。バルカン砲、ブレンバスター、魔法トルネド、エスナ、サンダガ、いいね。トルネド、トルネドってでもどんなあれだ、エアロの強化版か、多分佐賀では。なんか他にも店があった気がするんだけど、あ、武器屋さん、クロスボウ、マサカリ、ビームライフル、パイルドライバー。マサカリはネメシスが装備してるよね。ドラゴンソード、サイコガン、バズーカ、コブラツイスト、クロスボウってか一緒じゃん。でこっちは防具屋、サークレット、ミラーシールド、ミラー系と賢者の服持ってんのか。でドラゴン系、どうしよう。なんかドラゴン系体制的にでも今までのサガほどじゃないからね。今までのサガってもうドラゴン系装備すればほぼ全部体制ついたっていう感じだから、それを考えるとな。道具屋って今でもエリクサーくらいしか買うのなくね。魔力の実って何、これ何、これ買おう。どうなんだ、メカに装備させる。メカは魔力とか関係ないからね。リフレク、ヒール、サンダガ、ヒプノ。リフレクは多分使わない。ヒール買っとこう。これ4つ買っとこう。サンダガじゃあ2つ買っとくか。いや魔法で結構金使ったな。売れるものもそこそこ持ってるから、ヒール、ちょっと待って覚えらんね。1レベルにつき3つまで。てかヒールって何レベルなの。ヒール2レベルなんだ。ちょ、2レベルなんてもういらない、ポイズンとかいらないっしょ。これ捨てよ。アイテム箱に戻せる。でミルフィーはスパークいらねえな。ヒールってそんなにさしょぼい魔法なの。ヒールってだって全体回復でしょ、回復量がそんなじゃないから、レベル的には低いのかな。あとトルネード覚えるかどうかだよね。ケアルガ、エスナ、ファイガ、テレポ、この辺はある。トルネード、エスナ、サンダガ、テレポ。トルネードか、ちょっとサンダガが6、一応買っとくか。8500円って何レベルだ。とりあえず覚えさせるだけ覚えさせとこう。であと防具がちょっと悩むね。ミラー系で揃えるかどうか。ちょっと賢者の服は賢者の服で欲しいな。ちょっと賢者の服を。ミルフィーってミンクのコートか、手に入れたのは。サイバースーツは多分素早さ下がるけど魔力は上がるな。賢者の服にしよう。ミンクのコートって魔力上がってたっけ。てか普通に外すってのはできない。ここで外せる。魔力は上がらないか。単純に防御だけだな。なんか耐性つくとかあんのかな、ちょっとわかんねえ。なんで耐性がこうついてんのかがわかんない。霊気と竜巻ついてるけど、これ何、ドラゴンだから。なんか一
個ずつ見ていかないと分かんねえな。ちょっとドラゴン系はでも1個欲しいよね。ドラゴンヘルムとブーツがあるのか。ドラゴンヘルムさえ装備していればなんか体勢つくっていうあれだったらいいんだけど、みんなドラゴンヘルム装備してるから、鎧は買えるか。じゃあミラーに、てかまず売ろう。ライトサーベルいらない。アイスシールドももういらないよね。でエスナーはなんであるんだ、なんで手に入れたんだっけ。まあいいや、あるし。盾売る。ゴールド、未だにゴールド。照明弾ももういらないっしょ。でサイバースーツ、コーヒーって何で、ベレー帽、これなんか手に入れたな。でポイズン、スパーク、オッケー。ベレー帽ちょっとポルナレフに装備させて、82、魔力とか特に変わらなかったな。ドラゴンヘルム85、弱えじゃねえかよ。捨てよ、てか売ろ。なんで手に入れたんだこんなの。でミラーアーマーというか賢者の服とミラーアーマーで、じゃあどっちが強いんだ。ウィスパーは賢者の服でいくか、まあ、金の問題もあるからね。バトルスーツをミラーアーマーにすると、いや下がるな攻撃がね。85 87、なんかバトルスーツでいい気がしてきた。賢者の服でミンクのコートを86 87、ちょっとどう上がるのか見えねえかな。83 82、いやこれ賢者の服の方が絶対いいわ。サイバースーツはじゃあミラーアーマー92、すごい差が上がったな今。違う、すごい差下がったんだ。まあいっか、せっかく買ったし。ドラゴンブーツ、ドラゴンヘルム、ドラゴンの盾、まあいっか。こんな感じでどこへ行くの。とりあえず外へ出よう。よくわかんねえし。で多分左の方なんだろうな。クイックがそろそろちょっと火力不足になってきたかな。そう考えると100、敵が普通に強え。竜巻に強い。あの竜巻のやつクエイクに強そうだったけど、そんなことなかった。よしレベルアップ。で死人が出たから結構あれか、レベル差が出てきたよね、ばらつきが。え、なにこれ、水か。入って大丈夫。大丈夫だね。なんか隠し部屋みたいなのなさそう。滝の裏とかね、怪しいから。でちょっとばらけさせるか。まずクエイクはやるでしょ。カルチョクギャッツ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ミスったか。ゲッ、右2人ミスってる。ソルジャー自信に弱い。よし、クエイクを手に入れた。回復させとくか。一応じゃあケアルラあたりで、まあまあまあの回復力だね。バキ抜きできてる。ちょっと待って、なんか呪いのやつ倒しておきたいからな。で化け猫はネメシスに。うお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 う、呪い、なんか音がすげえよ。ダンデケダケダンデケダケみたいな。やべやべ死ぬ、そんなこと言ってた。呪いリーダーマジ厄介だなこいつ。でちょっとヒール使ってみるか。どれだけ回復した、わかんねえ。わかんねえけど、デューンがまだ若干減ってるから死竜で回復させよう。てか人間2人のヒールって回復量少なそうだな。宝箱で、ソルジャーはクエイクに弱いから、まあなんとかなるでしょ。右と左のやつらだけ、あ、しまった。武器買ってない。マサカリ売ってたから、マサカリ買ってくればよかったかな。みんな自信に弱え。ドラゴンソード、まあ悪くはないよね。ピアス、ハイポーションとか買い込んでおいたらよかったかな。結構ダメージを食らうんだけど、光の石で
応ちょっと滝の中身を。で、呪いリーダーがマジ厄介だった。いや、呪いがどう厄介なのかって言われたらわかんねえ。最高だ。早いんだよね、呪いリーダー。うおぉ。経験値もでも高くなってきたな。一応一個ずつ、なんか、隠し部屋がないか。ない。下。ない。ん、どちら？上。待って。宝箱。またこ、1位になってる。え、なんで死んだの？ま、いいや。見なかったことにしよう。大丈夫でしょ。ま、エスナーじゃなくて、なんだっけ、レイズがないからね。身を守ってる。これ、竜に攻撃来たら終わってたな。サイボーグ呪いリーダー。ケアルが使おう。で、こっち。右側に宝箱あったからね、さっき。よく姿勢攻撃。これは適当でいいや。クイック連打してれば。まだまだなんとかなるからね。で、ソルジャーを倒せるでしょ。オッケーオッケー。かまいたちの敵か。一歩で敵が出るシステム、ほんとやめてほしいんだけど。97。からてちょ、結構敵が出んだっけ。2回命中。ピアス。しかも敵なんか落とすのも多くなってんな。ケアルラでいっか。どんだけ、まあ、回復するな、回復するな。ネメシスまだほっとこう。ヒットポイント高っけえな。メーザー砲、やった。あれ、ちょっと左行きたい。登るところがあったから。宝箱。うわ、呪いリーダーがいっぱいいるよ。まさかり。あ、死の呪い。これ、さっき死んだんだ、じゃん。デューン。悲しいな。経験値手に入ってなかったっぽいね、じゃん。これは耐火マント、一応装備しておくか。多分耐性だよね。サングラス、ピアス。サングラスいらないかな。これで耐火だから炎に耐性がつきましたと。で、ちょっと待ってね。一回ちょっとシリューのヒール使ってどれだけ回復してる。結構回復してんね。マジックパワーは、まあ、300くらいあるからいっか。ちょっとセーブをして、セーブをしていこう。誰かいるぞ。なんで隠れんの？バルザイ。神よ、なぜ他の世界を破壊してまで移住を進めるのです。人の子よ、これはそなたが口を出す問題ではない。大いなるラグナシンの意志なんだ。これ以上話しても無駄だ。そなた知りすぎたな。生きては帰れんぞ。何を知りすぎたの？あ、侵略するってこと。待てよ、化け物。このじいさんをお前の餌にするわけにはいかん。誰だ、貴様。この世界の者が神に逆らえると思っておるのか。人々を苦しめて何が神だ。ベリアル。とりあえずヘイスト書くとこう。初手はヘイスト。で、こいつ何が効くかだよね。まあ、一個ずつやってるか。サンラガとトルネド両方やろう。で、ヘイストかけて、で、ネメシスも自分にヘストかけとくか。攻撃組は一回ヘストかけよう。オーラ炎に強い。ガー超絶中やばくね、これ。トルネドで500。あ、500。両方かねや。てか、これ2発食ったら死ぬじゃん。え？これやばくね？普通に。ヒール2回かけよう。ヘイストって別に速くなるわけじゃないからね。オーラ、これやべえよ。これ2人死亡者が出た。てか回復もできないし、死んだから2人。デューンが、まあ、ヒール使えるでしょ。うわマジか。100、200。これもネメシスに任せるしかない。身を守っている。ちょっと待って、これさ、
つえ。これネメシスだけ残ったらどうなの。OK、頑張ってる。じゃ無理だよこれ。ちょっと黒いね。こいつだけ残ってもしょうがなくても経験値もらえないからね。混乱した。700とかマジか。もうちょっと戦おう。奇襲だ。ひでえ。ちょっと待って、奇襲はひどいよ。もう初手オーラ。あ、これ毒なんだね。ちょ、もう逃げて。お任せじゃないよ。もう一回やる。あの奇襲じゃないときに最初からヒールかけよう。これ耐久戦だな。誰か生きてる。いや強え。ベリアルマジ強えんだけど。でネメシスも結構強い。よし大丈夫。え、これ何、奇襲になるとかならないとかってさ、運なので。ちょっとヒール2手かけとこう。で最初はもう完全にヘイストで攻撃3人だな。オーラでしょ。これマジきついんだけど。270とか。よし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 。でも多分回復しきれてないよね。あ、回復しきれてるか。あ、大丈夫か。いや、これ2人ヒールだ。マジックパワーが尽きる前に倒せるかどうかが勝負。こっちヒール150だから、まあ300食らってもまあまだなんとかなる。耐火マント役立つけど人数分欲しかったな。てか炎の耐性ってなんだ。あ、毒か。まあ、ただベリアルの方が絶対先に攻撃してくるから、ヒール2回かけとけばとりあえず絶対全開にはなるからね。ま、ゲー食らってる。全開じゃなかった。直してる暇はないマジで。ヒールいくつだ。268からの。268からの260。そうか、レベル2の魔法だから全然減らないな。それは助かるわ。うわ、来たー。あぶね、マジで。毒って自然治癒しないの。毒が多分致命的なダメージになることはないと思うんだけど。うわ、これオーラの連発がマジで強い。で1回につき1200くらいのダメージは当たるか。1200ずつ削ってってどれだけヒットポイントがあるかだな。一発で死ぬのはとりあえずない。なんかネメシス1回700くらい食らったのあったけど、ちょっとなんで食らったのかよくわかんねえや。クリティカルヒット、よし、ラッキー。もうずっとあとはエーレンダだな。この繰り返し完全に耐久戦だな。ヒールが切れるのが先か、倒しきるのが先か。結構ヒットポイントあんね。いや、でももう安定。え、死んだ。誰が死んだ。やばい、死んでる。回復しきれてなかったんだ、さっきの単独で食らった300のやつが。ってことはちょっと待って、ヒール死竜もかけよう。危ねえ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 。もういいよ毒なんて。よし、倒した。1320。いや強かった。そしてボスは何も言わない。そなたたちはあなたの乗っていた他の世界のものです。あなたの言っていたか。僕たちの世界は今海に沈もうとしています。なんか食い止めますみたいな。そうですか、助けてもらった礼に何か手伝えればいいのですか。なら一緒に戦いましょう。武器を持ってではなくステスロスに乗ってほしいんです。おう、そなたらはステスロスを手に入れておるのか。ならば喜んでご一緒させてもらおう。まず北の水晶岬にいるシャルルを訪ねるといい。それからその宝箱に聖剣の一つがあるはずじゃ。忘れずに持っていきなさい。リモコンでステスロスを呼び寄せた。山のふもとにステスロスを呼び寄せておきました。先に乗っていてください。承知した。え、ステスロスってもともと何、こっちのものなの。ステスロスに乗り込む。ソロモンソード。
それもそうだ、聖剣なんで強いはず。誰にそれさせる？じゃあデューンでいいか。まあまずはソロモンソードで、ここはもうテレポで出ちゃおう。デステスロスが来てソロモンソードの餌食にしてくれる。どこだ、クエイク呪い合ってる。スカイアタックで竜巻なんだ。クエイクで終わりそう。で寝よう。いやきつい戦いだった本当に。いやこの先のボスこんな強いので、バルザイはね、あの道具屋さんです。あ、魔力の実があってコテージ売ってんじゃん。買おう。いやコテージあればさ、エリクサーいらなくね。正直どこでも使えたよねコテージって。でコテージまとめられてる？あ、まとめられてるよね。とりあえず5個あればいいや。 OKOK。 え、じゃあどうすればいいの。メーザー砲を取り付けて、メーザー砲にしとこう。セット完了。エンジンは駆動エンジンしかない。駆動エンジンしかないのに、どうやって呼び寄せたの。北の地にあるって言ってたよね。水晶洞窟ここ。え、待って、何これ。シャルルさんですね、いかにも。ステスロスに乗ってくれませんか。うん、ならば試させてもらう。ここより南西の遺跡にある魔物のムクロを取ってきてもらおう。それはこの世界の人が神々と称えぬ謎を解くもの。取ってきたなら君たちに協力しよう。たった、うんと、たったかえぬ謎を解く。あ、そういうことね。シャルル様はこの世界でも数少ない古の魔法を作れる魔導士です。この世界で神々に逆らう者はたとえ戦いに勝ってもやがて謎の死を遂げてしまう。シャルル様は魔物のムクロを使ってこの謎を解こうとしている。そういうことなんだ。まあ、逆らえないってことだね。え、どこにあるって言ってたっけ。南西、こっちの方に行こう。ここ何、ここでいいのかな。え、ちょっと待って、なんかいるセーブしよう。もう敵強えんだよとにかくパゴス、この遺跡に何の用だ。ここを通してくれ。こうならばわしを倒さねば。いけぬが、お前たちにこの不死身の体を葬る力があるか試してみるか。え、どういうこと。まあ、まずはヘイストかけとこう。で、ちょっとヒール一旦目かけとこう。何が来るかわかんねえかんな。で、ネメシスマジで強いわ。ネメシスもでも魔法を覚えさせられるよね。きたー、やっぱりな。メテオとか危ねえ。ヒールかけといてよかった、学んだからね。じゃあもう魔法2人は回復だな。戦法はさっきと変わんない。また同じやりとりが繰り広げられるんだけど。450350なくなってる。360てかさ、不死身がどうとかって言ったけど、これやっぱ270しか回復しないか。つえー、そのソードマジで回復しきれてないんだ。じゃあちょっとシリュケアルラで回そう。うわ、爪も食らってる。エスパー2人が食らうと回復しきれない。ていうかさ、なんで回復量が低いの、超謎なんだけど。飲み込む。うお、300。え、回復したってこと。今色がついてないからわからん。まあ、もともと人間は一目と高いからね。これは押し切るか。ヒールヒール。まさかり。え、ちょっと待って、早くない？防御してるっけ？マジかよ。なんでこんな時に限って。タイミングが悪すぎる。どうしよう、シリュウもヒールかけとこう。うわー、ま、全員！危ね危ね危ね。弱いやつで助かった。シリュウもめちゃくちゃ回復すんな。強い。ソロモンソードがマジで強い。やっぱり
回復魔法は人間も含めて全員に装備させておくのがいいね。てか爪危ない。じゃあどうしようか。いやヒールだな、ちょっと安全を取ろう。でシリはケアルだ。危ねえ危ねえ危ねえ、食らってたら死んでた。あ、ソロモンソードでだいぶ火力が上がってるからな。ん？どうなってる今。いいや攻撃しよう。みんな一人と高いし、クリティカルヒット。ボルナレフが若干減ってたのか。メテオ、次初手メテオが来られたらマジでやばい。でもダメージはだいぶ与えてるはずだからな。ここはでもやっぱり安定取ってヒールだな。ほら来たー。危ねえ、メテオだったら死んでたわ。これ結構運ゲーになってきたな。いやこういう無駄も必要だから。でだいぶ立て直したな。だどっちかっていうともうさっきみたいに絶対先手を取られる方が戦い方としてはやりやすいんだよね、ばらけるより。ここは待ったら回復ができる。行動順が決まってるとやっぱ戦略が立てやすいから。敵の体力高すぎでしょ。よし倒した。てか普通に倒したよ。1080、経験値さっきより少なくね。無駄だったようだな。俺はすでに死んでいるのさ。ラグナの力でここに幽閉されているだけだ。優れた剣じゃなければ俺を葬ることができぬ。あんたを浄化させてやるよ。バルザイさんお願いしますってなんだ。結局お願いすんのかよ。ハゴス神よ、わしがそなたの魂を浄化させてやろう。貴様剣者バルザイか。採用覚悟は良いな。ロマンシングサーガもよろしくね。逆からやるとそうだから。ちょっと待って、なんかいろいろ言ってるけど神々の力侮るでないぞ。ちょっともうめんどくさいからコテージ使おう。これ全回復してるよね。おーいいじゃん。あそうか、エリクサーは戦闘中にも使えるからか。魔物のムクロ、こんなとこにあんの、こんな簡単なとこにあんの。え、これ何これ、いける。うわすげえ出てきた。クエイク、クエイク、いやこれクエイク3連発した方が効率は良さそうだな。だクエイクねえし。クエイク手に入れたからネムシスにクエイク覚えさせるかな。いた240のクリティカルヒットかよ。いややべえやべえやべえ、地球の剣なんて持ってんの。クエイク2発で倒せないとちょっとめんどくさい。いやー倒せないね。そう、ソロモンソードってそういえばなんか神々特攻だった気がする。聖剣は全部そうなんだよね、神々に対して力を発揮する。でクイックなんか拾ったやつがあるからこれ覚えさせられねえ。魔法は覚えさせられないんだ。ヒール使っとこう、一回使っとこう。ああやんなんもない。ん？で どうすればいいんだ。とりあえずわけもわからず先へ進んでいるけど、え、あ、水門がなんとかって言ってたよね。これは岩を動かして、岩を動かして滝の前にやればいいのか。ちょっと待ってね、考えるから。左からこれ敵でと、ちなみにあっち行けねえわ。1回下げてこうで、こうのこうのこうで、こうのこうの、敵は出なそうだね。こうで、これ逆から行かないと多分ダメだから、こうでしょ。でこうのこうのこうこう、え、ちょっと待って、こうこうで、こうのこうだ。どう？なんかさ、
合図欲しいんだけど、ゴゴゴゴゴとかさ。あ、なった。え、どうなった。そうか、クエイクを覚えさせることができなかったか。ネメシスがクエイク覚えれば、うちも出した敵をね、あのクエイクでこういうミスったやつ、まあ、あと強い、地震に強いとかね。うわー、ちょっと待って、こいつなんな、混乱とか厄介すぎだろ。うおー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 、炎に強いってだいぶ強くなるな。めちゃくちゃダメージ減ってんだけど。運命の輪、モンスターヒールで、ちょっとこっち行こう。さっきのとこ左にも行けたっぽいけどな。先制攻撃ちゃんと倒して、こうレベル上げていかないときっついんだけど今戦いが。通常の敵はまあまあまあ別になんとかなるけどさ、てかネメシスなんでどうなってんのこれ、呪われてね普通。これなんかいいところにあったからかな。もういいや、ダメージに強いってなんやねん。丸武器か、ドラゴンソードは通るな、よくわかんねえ。炎の石すげえ普通。どうなった結局。あれ、こっち行けるようになってな、ん、こっち行けるようになったのか、その水門が開けたことによって。もともとどういう形をしてたんだかがわかんねえ。呪いでしょ、もうすぐ呪われんなこいつ。よし、竜もレベルアップ。シリュウが今レベル一番早いんだよね。あれ、あそこに階段がある。ちょっともうちょっとこの階を探索したい。うん、クエイク放つんだったらやっぱり素早さ重要だな。少し遅くなってきてるよね。マジさ、この敵の量。一応これさ倍速モードになってるからさ全然いいけどさ、倍速じゃなかったら本当に厄介だな。倍速でこの速さだからね。ああ、宝箱ある。コブラツイストいらない。多分獣人とか入れてればね、コブラツイスト使い道があるんだろうけど、こいつ絶対毒受けんだけど、なんでネメシスだけでかい。賢者の服とか持ってる。名前がタマヤーだったんだけど、タマヤーだよね。音がすごい、クエイクと一緒だ音が。砂地獄け、真ん中残ってる。デザートハンター、まさかでぶっ倒す。まさかり女マジで強いんだけど、こいついなかったらさ、あのさっきのパゴスとかもそうだけどさ、めちゃくちゃきつかったよね。普通に5人目の仲間が強いからね今回。こいついらねえみたいなやついないから。クエイク、まだクエイク持つよね。で、こっちの方なんかある。あっちに宝箱あんな。あれを回収しよう。サイコブラスト。先手でもう2回クエイク打ってくれた後に攻撃が入ると楽なんだけど。ちょ、まさかにダメージ強い。だいぶ減るな。沈黙させられた。これはまずい、めちゃくちゃ厄介だな。でも
めんどくさいからそのまま行こう。え、まず死んだ。死の呪いが一番きついな。まあレベルは関係ないからね、ケアルが取らないとこで、ヒールを一回取らないとか。もうすでにヒーラーが欲しいんだけど、先制攻撃来たらもう逃げて、それほどまでにめんどくさいんだけど。あともう変化するさ、もうリスクが怖いんだけど、今人間とやっぱりエスパーだけで全然なんとかやっていけるからね。なんとかっていうか全然やっていけるから、なんかあんま他の種族になりたくないんだよな。ちなみに人間は武器が強くなる、でエスパーは魔法が強くなる。これめちゃくちゃバランスがいいんだよね。多分他の種族になると魔法能力が下がるからね。そう考えると別に種族変える必要がないんだよな今のところ。あんまり他のなんかこれ強えっていうのが見出せないんだけど、変化してないからなんとも言えないけどさ、どっちかっていうと今の戦力から戦力ダウンに上がるのが怖いんだよね。3人倒して宝箱取って光の石来てよかった。あとじゃあもう先進もう、ちょっと目に見えるものってかフォルナレフがめちゃくちゃ減ってる。クオーサンダー、おーレベルアップで、ケアルガだったらまあ別に全開するっしょ。ちなみにさ、こうやっていった方がさ、なんかあれなんじゃん、ジャンプのなんていうの、一マス分はだって敵が出ないじゃん多分。ジャンプ中には敵が出ないでしょさすがに。鬱陶しいけどジャンプ戦法いいんじゃない。こういう時はまあ下に降りるけど、え、どっちこれ、右から行こう、左が宝箱。ん、待って、通じてる、ちょっと通じてねえや。明治運命のデザートハンター、うお沈黙厄介だね意外に。うわオルナレフもか、最悪のパターンだな。攻撃に走るか、久々だなエスパーが攻撃するの。もう呪文封じとかいいや、運命の輪か結構強え思ってたよりは強い、サイコガンも結構強えな。うわやばい、死ぬ、死んだ、クリティカルヒットとか痛すぎるんだけど。もうレベルの上がりがみんなばらけてきたな、死にまくってるから。ちょっと左だから防寒マント、今度は霊気か。いやこいつ厄介だから先に倒しておきたい。でちょっとミルフィーのマジックパワーがなくなってきて自爆とかマジかよ、死んでる。死んでもさ、これやり直せるからね、とりあえずは。いや自信クリティカルヒットすぐ誘惑されるけどすぐ正気に帰る。うおー炎100100100ってやばいんじゃない。これあれだな、ちょっと固定使おう、安いからね。あれでどっちがどっちだこれ、ブラッドソード、強いの弱そうなんだけど、この出た大量の敵クエイク、デザートイーグルみたいなやつが速えな。
てイーグルなんていないけどな。デザートなんだ。デザートハンター、あのサソリだなきっと。ミスったか。ストロモンソードで砂漠。ちょっと何も考えずに回復。あれこれなんか最初のところじゃね。先制攻撃か。いや倒してこう、めんどくさいけど倒してこう。とりあえずクエイク2発入ってくれれば倒せるんで全員。デザートハンターか。カルテクイーンと。いやこいつら多いな。でも先制攻撃がかなりできる。もうクエイクさえやってくれれば問題ない。で打ち漏らしを倒す。金多分すげえことになってんじゃん。めちゃくちゃあんな。こいつが厄介なんだよね本当に。沈黙させてくるやつが。で意外になんか誘惑も厄介だからな。300とか。竜死んでもいいやこの際。クエイクさえ残ってればなんとかなる。運命のはクホ6とか。いや死んだわ。フォールナイフ死んだ。まあしょうがない。このパターンめちゃくちゃ厄介だな。どうしよう。ヒール敵で300回取られてこう。クリア。ちょっとポルナレフの回復量が。あれまたこれ今度下が見えないから分かんないんだけど。ちょっと待ってね。これジャンプがあるからね。とりあえずこれこうやってこうやってこうやってこうやるでしょ。こうやってこうやってこうやってこうやるでしょ。でこれどっちから持ってけばいいんだ。しくったかな。これ一回押し出そう。でこうやって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 こう。でこれはこのまま持ってけば OK。 でよマジでどうなったんだか分かんない。多分神殿の上の部分が変わってんだろうな。ちょっと早くもうクエイク打ってくれ。とにかくマジでクエイク頼みだから。素早さとかデザートハンターそこそこ耐性がある気がするけど。先制攻撃か。これは何も考えずやろ。先制攻撃の時はもうとにかくクエイク2発ってくれれば終わるから。ゲッ終わんなかった。運命のは杖まさかに。いけよし。きちっとねレベル上げていかないと。で運命のは攻撃しとくか。残るからミスってる。なんであいつミスんの。金の針とかいらなすぎる。もう1ランク強い魔法が欲しいね。全体の魔法がクエイクの上位版。クエイクの上位版って何。もしかしたらメテオがなんか地震だったよね。属性がメテオっぽいな。メテオなんて大抵最後の方で手に入る魔法だからな。え
ここも結構いっぱいあんな、これ。これどうやってやってく？とりあえずこっちなんとかなりそうだよね。で、これどうやってやってく？こうやってこうやってく？でこっちまで持ってきて、こうでしょ？でこれをこっちまで持ってってこう。よし、水が止まったと。急いで外へ出よう。あ、勝手に出るんだ。よかった、水が引くぞ。おお、すげえ。というわけで、とりあえず水が引いたところになりますので、今回はここで終了したいと思います。いや、ボスがめちゃくちゃ強くなってんね。対策を取らないとこの先きつそうなので、まあ、とりあえずね、戦闘はめんどくさいですけど、しっかりレベルも上げてやっていきたいんで、なるべく逃げずに、進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。